何これ何、これ楽しみにしてたんだよ ね、 ねこれね、あの視聴者の、ね、方からね、はい、お便りが届いてるんです。あ、そうなの、ありがとうございます、ありがとうございます。視聴者ということで、はい、早速、まあ、じゃあ読んでみますんで、ちょっとそしたらもう分かるので、とりあえずじゃあ1個目の相談です、はい、中学3年生のペンネームブラピってもはやおじいちゃんさんからいただきました。中3なんてこのチャンネル見なくなって、嬉しいね、はい、いきますよ、はい、ダラの皆さんこんにちは、こんにちは、が YouTube を始めると聞いていち早くチャンネル登録しました。いつも楽しく見ています。早速なんですが相談したいことがあります。お互い好きで別れた人がいます。なんで別れたかというと、彼は女友達と連絡を取ったり遊んだりを頻繁にしていました。友達は友達と言って、私が嫌と言ってもやめてくれませんでした。もちろん私は男友達と遊ぶことはやめたし、連絡先もほとんど消しました。彼は私のことはまだ好きだし戻りたいと言ってくれるのですが、私は許せません、うん、でも私もまだ好きで会いたくて会いたくてしょうがないです。どうしたらいいですか。ダラの皆さん教えてください。かわいい、かわいいね、かわいい、中3かわいいね。これ中 3？ 本当に中 3？ 中3見てる、このチャンネル。どう思います、こういう時ありました。女友達と遊ぶの嫌じゃなかった。嫌だ、嫌だ、嫌だ、危ないか、なあ、あった、もう嫌だ、すごいなんかやだやだ、自分以外の人と笑ってるのすごい嫌だ、わかる、今日はそれは何、学校でってこと。学校でも、どこでも、どこでもだよね、だから女友達と遊んでるのとかわけわかんないと思うさ、うん、そっか、うん、私女子校だったからさ、あーそっか、だからそのかそか彼が女の人といることを見ない、1対1で会うから、かかか、携帯とか見てなかった。あ、まだ携帯見てない、いやいや、そうか、52歳あ、携帯ないか、携帯ないわ、セベルもない、カラーだった、カラーじゃない、緑だ、緑緑だ、緑って何、え、中学校でって何、ちっちゃいやつでしょ。緑って何、中3の時緑だった、中3ボーダフォン、ピチ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 でもその緑だったよ。カタカナ2行、2行カタカナ2行カタカナ、まず緑ない、画面緑だったよ、画面緑、うそ、緑緑、本当、和音が出た時すげえと思った、思った、思った、和音って何、知らないの、和音って何、知ってる、和音、え、なんかさ、そういう雑誌、着メロ、着メロ、着メロのね、着メロのさ、そう、雑誌があってない？なんか着メロの雑誌があってさ、年齢離れてんのね、やっぱり、そうだよね、離れてんね、まあ違うよ、着メロの話じゃない、まあ確かに恋愛相談なんでね、そういう時どうしたらいいですかって、え、別れちゃった、別れちゃったから、うん、でも自分も会いたいし、うん、向こうも好きで戻りたいって言ってくれてるの、うん、でも女友達遊ぶのは嫌なの、一回別れてんちょうだい、一回別れてる、ないないない、ああそういう感じね、うん、まず別れてるっていうことでもう次がない、ない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 、うん、え、ないだ、別れてる最中に多分その男の子はたくさん女の子と遊んでると思うし、うーん、なんかそれが許せないんだったらその人じゃない人と付き合った方が全然いいと思う、うん、確かに、うん、だってその人を変える筋合いないもん、筋合いないもん、いや、おかしいね筋合いない、筋合いない、日本語おかしいな今の変えるつもりはないから本当にやばい、本当にやばいよ、リカちゃんは何がやばい、一番やばいんだから、何がやばい、ねねねね、そう、一番ダラの中でやばいんだから、しっかりしてそう思ってる、そう、私もそう思ってる、みんな気づいてないけどやばい、じゃあ気づいてる、気づいてた、やばいんだって、何がやばい、編集してるとちょっと思うよ、そうそうそう本当にやばい、いや前から思ってたけど、あの確信に変わったよね、編集し始めて、編集そうそうそうこれは本気でまずい人だやべえ、入り毒が入ってるね、うん、じゃあこの答えは、はい、答えはというか皆さん教えてくださいって言われてるけど、どう、うん、と思いますか、戻る必要はないと、次に行こう、次に行こう、うん、イエイ、いっぱい男はいるぞ、うん、
イエーイ。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。